ビューが届きそうです。会場の皆さん、そして中継をご覧の皆さん、横浜 F マリノス24番岩田智樹選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。移籍後初ゴール決めました、はい、今のお気持ちから聞かせてください。いやー、やっと取れたっていう自分の中ではほっとした気持ちです。試合を決定づけるヘディングゴールでした。ゴールシーン振り返っていただけますか？そうですね、もう単純にエーベル選手のクロスが良すぎて、もう当てるだけとは、あのボールのことですね。ありがとうございます。エーベル選手、天野選手のパスからゴールまでどんなことを意識されていたんでしょうか？そうですね、もう自分はもうチャンスだと思ったらゴール前まで走ろうと思ってたので、もういいところにボールが来たって感じです。今日は広島に対してどんなことをポイントにゲームに入れたんでしょう？そうですね、やっぱ J リーグの2節で 3-3 という引き分けだったので、しっかりリベンジしたいという気持ちだったので、それをリベンジを果たせてよかったなと思います。リーグ戦も含めてこれで4連勝です。手応え、今どんなところに感じていらっしゃいますか？そうですね、チーム全員がハードワークできてますし、しっかりチームコンセプトもやれてると思うので、いい雰囲気でやれてると思います。ゆりかごパフォーマンスも出ましたね。はい、生まれたのでありがとうございます。岩田選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。岩田パパおめでとう。野田パパもありますけど、岩田の鍵も大きいですね。いや、そうですね、今日はサイドバックでしたけど、まあ、これでサイドバックでも、ね、使えますし、はい、ボランチのところまで